会場は味の素スタジアム。のうちの4戦が複数ゴール、ただクリーンシートは1です。さてペトロビッチ監督を迎えた北海けなし目下2連勝中、アウェーも6戦負けて90分通してみんなでね、みんなでシャーッ、勝っています。今シーズンの両チームなんですけど、ルヴァンカップの方は残念ながらもう敗退してしまいましたね。そうですね、まあ、メンバーを変えながら戦ってところで、まだそこまで及んでないのかなと思いますね、確かに。ただ張り出すような印象です。でチャナティップ今日トクラが1枚下がって、J1 トップではないかというふうに予想しています。そうですね。さあまずセンターに下げてここからどうするでしょうか。福もいますよね。なるほど、ロングボール、チャナティックからの展開です。悪くなかったですね、左の外福森へ、福森のクロス、チャナティックが中、まあ、どうしてもそのジェイとトクラに東京のディフェンス、チャナティック中3枚ぐらい入ってきます。プレーオンだ、シュートレンジ、シュート、外れました。チャナティップ、チャナティップうまく崩して、まあ、最後狭い方狙ったんですかね。あ、そうですね、まあ、森重選手、そうですね、まあ、基本的にはさせたくないんですけどもね、ディフェンスとしてはそうですよね、このまま入ってくるのでは難しいので、これでは形になるか、まあ、ピンポイントで足ボールでしたからね、まあ、室谷選手ですかね。ここのサイド少しいじったら面白そうなんですけどね、さあチャラティキープしている、3人の選手を上げることができた、ボックス中に3人入った、ここでクロスボール、キーパー嫌なところでボールを受けようとはしてるんですよね。あ、そうですね、そこでリズム作ろうとはしてるんですけどもね、さあ駒井どうだ、駒井のクロス、いいボールだ、あーちょっとタイムアップのホイッスル、しっかりとした守備から、形を何本か作れた、そこは評価してる。